ずるい。なんかうちにこういうの抹茶となんだっけ、なんかいちごかなんかもう一個あって、そう、んーと、好きなアイスは抹茶、もうパルムの抹茶なう今。おかえりもーちゃん。いいなーアイス。子供やんか。いいなーアイス。お姉さんかんや、やっと、ありがとう。おかえりやひるちゃん、こんばんは。もうテカテカです。んーと、おいたんこんばんは。ありがとう、ひろきさん、こんばんは。おいたん、ありがとう、いっぱいハートだね。おかえりポーズ、こんばんは。んーと、こんばんはるこさん、こんばんはやすいにゃん、ありがとう、おかえりなて。むしろこれがいい、似合いに、まあ、ちょっとなかなかないスタイルですね。なんかウィッグ買うときにここ全部三つ編みにしてあげて網をつけてかぶってるんで、まあ、前髪がもう終わるのはもちろん、ここもなんか変なウェーブがかかるんですよ。好きなアイスは抹茶アイス、パルム。どこなー、ここの声が全部燃えた、え。やだってやつ。やだ、素敵。あ、おかえりーぶ、こんばんは、ありがとう。なんかちょっとまあ、ひねずみなんで髪の毛が赤いのもあって、なんかまあ目の周りとかもちょっと赤いんですよね。これいいよね。どういうこと、アイス青いったん、ん。キノコの 2,3 週目やったんだ。そうなんですよ、皆さん見ていただきました、キノコ殺意 2,3 週目。マジでずっと読んでるだけだね。そう、まあその分短いあれですけど、なんか難しいですよね、なんのこっちゃっていう。あーずるくない、ずるくない、食べようみんなで。中も抹茶、うん、中も抹茶。好きあらば肉って書き入れられそう、でこ最高で、ほんとなんかいい感じにセンター分けなんですけど、ちょっと今日もありますよ。あ、でもちょっと見えるかな、いや見えないかも、いや見えないわ、見えない、ちょっとタツーシールをね見せてあげようと思ったんですけど、まあ本番期間いくらでも見れますけど、あ見える、あこれです、よいしょ。てかてか、かわちいかわちいん、かわちいあおいたん。むしろこれがいい、これいいよねの長い、あなるほどなるほど。ありがとうございます、ありがとう。なかなかこの本番が終わるまでは見れるかなと。ちょっと明日とかは衣装着ないんであれですけど、おいたんこんばんは、こんばんは、おけちゃんお帰りなさいませ。キノコ見てない、なんで見てないの。はるこさん、あそうこれはあれですよ、おいたんが作った T シャツ、まだ数着ずつぐらいあるんで、もしよければ。謎が多すぎ、そうキノコとのもキノコのんじゃなかった。はあ、おでこ綺麗だな、デコピンした、いて、いて、いやおでこ、なんかおでこ出すような役やったことないね、そういえば。何？なんか分けてはあるけどさ、こう出すような役はやったことないね。見てなさいよ。これ見せてるやつだ。はぁどういうこと、どういうこと、落ち着いて、どうもありがとうございます。ちょっと
つけたんでね、今日せっかくなんで。おーおーおー、大サービス。そう、あのちょっと今もう疲れもあって相まって大サービスです。おかえりブーはやっぱりです。おかえり、おかえりにちゃん、ありがとうございます。あ、なんかそんな喜んでいただけてこちらこそありがとうございます。しっかりしたアシェ、そう、しっかりしたアシェ。でもなんか本当になんかシングルキャストでなんかすごい休憩の時顔が死んでるらしくて、あいつそうで顔死んでたよってよく言われるんだけど、そう、痩せると思います。太ももから見れる血管が最高です。どこ見るかそんな見えた、恥ずかち恥ずかち。 SSR レアショーと、そうだよ、そうレアですよ、なかなかないですよ、立ち上がって見せるなんて。鼻血鼻血拭いて、拭き拭き、あ、アヒルちゃん鼻血ブーしてる、ブーブー、コメント欄地獄でくおかしいだろう、天国だろう。ハクちゃんが全部言ってくれたあ、すごい意思疎通だね。え、何その T シャツ、おいおいおい、どうなってんだよ、おいおい、これ知ってるだろう。誰かさんが動画上げてくれるはずだから切り取ろう、そうしよう。誰か撮ってるのか。こんばんはブルーライトさん、こんばんは、おかえりなさーい。知らないけど、あれ T シャツ知らないの、なんで、かわいい、ありがとう、ありがとう。知らない、知らないでしょ。おこおこぷんぷん。わいは二の腕裸ノーダメです。あー、二の腕なんか置いた、うん、なんかやべて、細いわけじゃないけど、でもなんか腕にはそこまで肉がつかないんですよ、本当に。何もしなくても腕はなんか困ってなくて、特にちょっと残念です。あおいたんのおでこに水鉄砲打つイベントまだですか。いじめ、あおいたんに当てろ。今日はレアなヘアスタイルですね、素敵です、ありがとうございます、ありがとうありがとう。そう、ちょっと今日だけですよ。両班で投資稽古はハードだね。いや、そう、なんかね、うん、なんかみんな、そう、なんか全く別の役とかだったらいいけど、この同じひねずみという役で少しずついろんなものが違うのって難しいよねってみんな言って、なんかいろいろ気遣ってくださるんですけどそう、なんかまあ出はけとかはもう大丈夫なんですけど、あのやっぱそういうキャラの作り方が班で違うんで、そこをちょっとなんか混じらないように気をつけてる。2倍、そう、2倍、まあなんかもうずっとひねずみって感じですね。でもこんばんは、ちださん、こんばんは、おかえり、ほっそ、どうした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 すか。足は細くないよ。この感じのヘアスタイルの時期もいつか時間ある時、あー、そういう感じのなんか幼稚園、こういうのでかっこいいの踊ったらかっこいいね。いや、南波さんの太ももは世界一好きなの、2年前で情報は止まって、おーおー、今更新させよ、スクショ忘れたんで、させん、もう一度いいですか。もうありません、もうありません、本番始まったらやるよ、また。うん、ゲーハー4段、ん、ゲーハーって何、ハゲってこと、ハゲなの、よいしょ。でも葵たんの髪の毛あげてもいいけど、恋の呼吸キューピット、葵たんは恋のキューピットなんですよ。そう、うん、まあ本当に本当に恋のキューピットだよ。最終日までにうつつと夢のひねずみが入れ替わるっていうイリュージョンが起きるかも。いや、やりたいな、あー、それやりたいけど、やりたいけど、そもそも着てる衣装もちょっと違うしな。もう終わる頃には別のキャラクターになってな、なんかね、あのね、夢のが暴れてるんでね、そう。頼み方、あの、いつかの神センター分けで通じますか。これ本当に勝手になってるんで、なんか別に何もセットしてないから、ちょっとわかんないんだよね。そう。神くれの結婚じゃ、なぜに、そういう文化、イリュージョンが大きいのは混乱した、多分、そう。もしかしたらどっちの班も見る方は、なんか頭混乱してくるかもしれない、逆に。アイタの髪の毛くれるの？その DNA でクローンを、あ、作れる？嘘、優秀なクローンにしてね。関東地方は、雨降ったんかな、わかんない、なんか全然稽古場から本当に出てなくて、なんかで、今日あのさっきツイートもしたんですけど、まあね、舞台のその千秋楽の日、千秋楽の一番最後、大千秋楽
そう、夢チームですね。そう、7月25日夢チームの16時か、そうのやつのなんか前説でナレーションが流れるんですけど、それの収録があったんですよ今日。で、葵ちゃんとあのペコ上原って子でやったんですけど、まあ編集楽来る方はお楽しみに。にゃーにゃーにゃー、葵ちゃんの髪もらったらとりあえずラミネートしてしおり呪いがかかりそう。見て混乱する舞台とか、いやあれあれって、そう1回目あれだけど、あれどっちのひねずみだって、そうなってほしいな。いいな、ナレーション聞きたかったわ。いやー、おいたも聞かせたかったですけどね。そう、まだ席あるんで、そう、まあ仙台に帰るんでしょうが、ペコ上原、そうなんか2人でどうする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 っつってやって収録しました。ブーに髪の毛をペコレ、アヒルちゃんは髪の毛いらないの、好きな絵さ、おかえりです。とこさ、今抹茶のパルム食べてました。これ以上気持ち悪いネタ思いつかない、勉強不足で、いやもうってか、いやすでに気持ち悪いみたいな言い方になっちゃったけど気持ち悪くはない、気持ち悪くないけど言おう、もっと言って、うん。で、よいしょ、なんだっけ、まずですね、まずこの舞台の見どころ、今ルームに入ってきて初めての方がいたらごめんなさい、葵たんことナンバー葵です。来週の木曜日から舞台の本番が始まります。7月22から25日までですね、マーダーホリック池袋シアターグリーンボックスインボックスシアターというところで、4日間本番をやるんですけども、こちらですね、何ですか、チームがまず2チームありまして、葵たんはシングルキャストでどっちも出るんですよ。で、葵たんはあの役はですね、ひねずみっていう役で、そうですね、もう1週間前ですし、ある程度のことは言ってっていいなと思っていますが、なんだっけ、なんか台本に書いたんだよね、台本に書いてあるよ。なんか葵たんは、なんでナース服、なんか基本的にナース服着てるんですけど、なんかナース服をなんで着てるかというと、指揮っていう、人と接指揮っていう、カウンセラーっていうか、お医者さんがいて、その人と契約をしていて、ひねずみはそこで働いてるんですよ。そう。で、弟子みたいな、そう。で、かつひねずみは、なんか、どこにでも現れるって書いてあるんですけど、一応キャラ紹介では。割といろんな人と、いろんな人って言っても、主人公周り、主人公とか主人公周りの人とよく絡む、あと、ひねずみなので火を使うところが、ちょびっとあります。マッチ棒つけるよぐらいな なところがあります。そんぐらいです。ちなみにですね、ナース服のブロマイドではナース服で帽子つけてるんですけど、本番では帽子をつけないことになったので、なんかナース服って感じです下が、ラクちゃんから髪もらうからいいもん、やめなさいやめなさい、いるペコリ、あ、どうぞ、黒髪、あいたんこんばんは、おかえり、方から道、おかえり、今日は舞台の稽古だったよ。いよいよスマホが終わりに、あれ、暑いの、そろそろあらすじを理解しなくては、理解してもね、わかんないよ舞台ですか、舞台ですよ、お餅とにらめっこどういうこと、お餅とにらめっこどういうこと、基本的にナース服というパワー、そう、基本的にナース服です、そう
まあでも今日やった感じ、なんかスカートの丈とか、いやちょっとあまりにもね、なんかあの店パンが見えるとあれだなって思ったけど、まあなんとか見えてないみたいなんで、まあターンすると見えるけど大丈夫ですね。今この配信を見始めた方へ、これから数十分後に茶番が始まりますので乞うご期待。ありがとうございます。ナース服はコスプレ感があるタイプだったので受け入れられました。あ、そう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 なんです。あのなんかガチのやつがいいって言われたんですけど、なんかガチのやつ可愛くないって言って、ひマジ火事に気をつけないと、わーいマジ一本、帽子ないの？帽子はちょっと早着替えの時にちょっとってなって、なしになりました。理解してもわかんない舞台とか、いやいやわー、見ればわかるんだよ。スカートの丈見せなさいよー。そうちょっと短めですね。そう見えそうで見えない、そのくらいがちょうどいい。そう、刺さる分野の方々に刺さるといいです。見えそうで見えないは分かってる。まあそんな感じで、そうで、まあ、おいたん演じるひねでは、あの髪の毛赤くて、今日でもあれなんですよ、最初なんかそのあおいたんがかぶってるウィッグが赤いボブみたいな、赤いショートボブにツインテール2つつける感じなんですよ。でツインテールつけなくてもめっちゃ可愛いじゃんってみんな言ってくれて、で演出のあのクマ兄にどっちがいいって言って、そうショートボブもできるよって言って、わあめっちゃ悩むじゃんってなって、結局高めツインになったんですけど、踊る時にもうベシベシ当たって、もうめちゃくちゃ大変、そうめちゃくちゃ大変ですけど、なかなかしない髪色と髪型ですし、あとですね、まあ、前々から言ってる通り、今日早着替え全然バッチリだったんで、本番も同じように行くんですが、うつつチームでは2着、夢チームでは3着着ます。はい。なんで着るのが、なんか、まあ、着る服が違うのかというと、わかりませんけど、そう。まあ、夢は多めです、そう。で、まあ、うつつ2着、嫁3着なんですけど、ナース服は共通なんですよ。ナース服は共通で着てるんですが、他の衣装がもう違います。うつと嫁で。そう。なので、まあ、ちょっとそういうね、ちょっと、あれ、おいとん、衣装違うっていう感じで、びっくりしていただけたらいいなと思いました。はい。ただ、本当に、マジで、うつつは楽なんだよね。そう、夢が大変。早替えが大変。そう。でも、まあ、みんな喜んでいただけると信じて、はい。想像させるのか。ずっと鼻血出てる。とりあえずスマホが真っ暗になって動かないので、キーボードが使えない PC からワイヤレスのキーボード買っといてよかった。あ、じゃあ、意思疎通はできるってこと？すでに想像がぐへーへー。夢の方で着る、猫耳青メイド、がね、もっとスカート短いんだよね。そうめっちゃ悩むじゃん。いやでもそう、いやそうだ、なんかすごいね、そうめっちゃあれなんですけど、そうまあ、うん、高めツインです。まあセーラームーンみたいなね。ショートボブがいい。ショートボブも可愛いけどね。そう千秋楽ぐらいはそれで言っていいかもしんねえね。そのフライヤーが欲しい。これですか。ちょっとあげたいけどな。生着替えは何着ですか。生ではないです。眉毛リリシー。そうちょっと今日は濃いめなのよ。序盤はやっぱりチェキは2種類なの。まあ、初日は2種類ですね。2日目2種類かな。でも土日はもう別、もう出してない衣装ももう入れていきたいなって思ってます。はい。ほんとごめんだけど、黒髪以外のあなたは全然指動かないんだよ。なんだと？猫耳青メイド。そうそうなんです。そのシーンね、ワンシーンしかないんですけどね。衣装が違うのは演出も違うってこと？あー、まあ演出が違うし、多分その演出ごとのチームのカラーみたいなので色が違うのもあるかもしれん。衣装とかのなんか、うん、もっとスカートが短い。うつつだうつつなんて言うねん。千秋楽いけないわ。泣かないで。実際は見たいな。そこではない。まあ、そうそう、違うねん。違うねん、予想。ずるい。
いっぱいな、いっぱい見せ場があって、とりあえず8月22日夜明けブランニューデイズ来た人、なんでなんでなんで、いやあのダメですよ、そうあのやりたいんですけど、葵たん的にはペコ上原が明るい曲あんま好きじゃなくて、そうそうなんですよ。はい、まあそんな感じですね。あとはですね、そうだな、なんかみんながちょっとどこまで知りたいかはわかんないけど、とりあえず席的には今うつつチームは割と埋まってて、夢チームがちょっと空いてる日が多いので、まあよければあのよければあのなんていうんですか、見てください。まあ、もう買ってくださってる方はね、本当にありがとうございます。そして当日はですね、まだ物販がありまして、物販はまあキャストごとのランダムチェキと、あと3枚セット500円のブロマイド、そう、あとは一応台本となんかパンフレットと、あとオープニングの曲の CD だから販売するみたいなこと言ってたかな、そうです。そんなこんなで、まあ何ですか、とりあえず最低限葵たんのチェキとブロマイドをちょっとお土産に持って帰っていただけると嬉しいでございます。あとですね、当日は、差し入れボックスっていうのがあって、なんか誰々さんへ誰々よりみたいなのを書いて、まあとそこでも書けるけど、書いてきていただけるとすごいスムーズで、そのボックスにまあなんか葵たんへラブレター書きましたよって入れといていただけたら、あのキャストの机に運ばれるっていうシステムになっております。こんな感じですかね。うん、もう以上です。ということでこちら、どんなお話かと言いますと、私の名前は刹那、お前の名前はなんだ、お願いしますぬん、このまんまじゃ多分私殺されますぬん。明晰夢をたびたび見る会では、いつものカウンセリングの途中、身に覚えのないことで殺し屋から命を狙われてしまう。夢か現実かあやふやなまま、楓は世界の裏側を垣間見る。そのことの出会いが僕が知らない世界へと見落とす結果になるとは、この時は思いもよりませんでした。そこに現れたのはお前だ、マイメロちゃん。はい、というお話です。皆さんお会いしまーす。ジョン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 、ラーメンの歌、あーね、ララララーメンやるかな、ペコ上原さん、そう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 、ペコ上原さん、暗い曲やの、ノーマークライとかどういうか、全然暗くない、暗い、違うね、暗いが。じゃあ曲名忘れたでいいじゃん。どれ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 、稽古中はどんなお話してるの、どんなって誰と誰とどんなお話してるの、誰とどれと、でもなんだろうな、なんかと夢はなんかね、なんか本当なんだろう、なんか夢はね、なんかもうチームって感じなんですよ。いや、うつつもチームなんですけど、夢は本当なんかチームで、みんなで不足してる部分を補いつつ支え合ってって感じで、うつつはもう個々の能力って感じがすごいあって、あとうつつはもうアドリブがすごすぎて、そうなんか逆に困ってる。うつつはなんかね、まあ主演がそうなんですよ。主演がマジでもうとんでもなくアドリブを入れてくる人で。で、まあなんか他も何人かそれに合わせてアドリブ入れたりとかで、結構なんか振り回されてるんですが、夢は、演出がね、クマ兄なんで脚本書いた人っていうのもあるんで、マジで言われた通りに忠実に全部やってるんで、日替わりネタとかはあるけど、そう。忠実にやってるんで、なんかそこがすごい違いがある。なんかなんか浮気したら電流流して素敵な、あーシルブプレジデントか、あれだ、ダダダ大統領になったらね、まずは君を捕まえるねってやつだ。
スイカインボックスのノースイカ、ノースイカ、ノーノーノー、You forget スイカ、忘れて、来たこれ、来たこれ、あらすじ、そうそう真面目にあらすじ聞かないと、いやみんなね違った、みんな真面目に聞いてるけどきっと頭に入ってこないよ。のーちゃーん、おでこのーんだ、お前らメイトだ、お前らはい診察します、あそれいいな、お前なと思ったけど内容全く入ってこない。そのカレー気になって、あ本当に、なんかあのアイタもちょっといつ食べようかなと思って、キャーボックスインボックスのボックスの中にボックス入れておきますね、その中にはフフフ、ずっとずっと開けてもずっと箱、途中のキャラ編で全部リセットされる。アイタか問題なの、読み方の問題か、全員と写真撮れたというか、あと何人で、いやーそれがね、なんかね自分から写真撮ろうって余裕がなくてね、なんかねそうなんです、それもそう、なんかそう結構夢はみんな写真撮ろうってなんですけど、うつつはまあ多分初めて会う人も多いのもあるけど、あんま写真撮んないんですよね、そう。葵ちゃん的には夢の方がやりやすいのかな、てかなんか夢の方が、あそうそうそう、やりやすいのは夢ですね、正直夢は逆にヒネズミが、ヒネズミがぶん回してるから、そう、ヒネズミが主演、じゃノー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 モアくらい、シェア、そのなんとかプレゼントや、プレジデント、プレジデントや。ねえ、濡れたタオルで、あらら、あーかね、誰ですか、あの女、ダメですか、そうですか、そう、ね、そう、浮気は許さへんってやつ。へそから出るだけ、そう、先生、私が大統領になったら、いや、ただの友達だよっていうやつには、へそから電気を流します、みたいな、そういうやつ。ノン、ノースイカなんてこう、こういう伝え、うん、どうした、ちょっとこらこら読みにくいんだ、とりあえずその曲やるときはみんなに電流流れるおもちゃ持たせるんですね、みんなに、なんか電流流れるブリちゃんとかないのかな、ね、クマニーって、あー察し、どういうこと、察しのーもーかーい、暗い暗い暗いよ、こんばんは、こんばんは、田中さんおかえりなさい、ありがとうございます、南波さんにへそから電流とかご褒美じゃん、ビビビビビー、いいな、電流流せる能力とか欲しかったな、はい、ということで、まあそんな感じで、本当にまあチームごとにね、違いますし、そう、なんかまあとりあえず葵たんはなんか満身創痍で頑張ってまして、そう、皆さんに見ていただきたいなという気持ちです。でまあ見ていただいて、必ずちゃんとアンケートとかね、ツイッターとかに、そう、ハッシュタグマダーホリックで、そう、もうナンバーおいさん可愛かったです、そう、ヒネズミ、ヒネズミをうちのペットにしたいですぐらい書いていただかないとお願いします。グビグビグビプハー、ビール飲んでる、おかえりドラゴンさん、おやすー、ありがとう、3年前のあの人の配信がさ3年前結構前だね、キノコの次回はちょっとまだ編集してないのでちょっと時間かかるかもしれないけど待っててください、この土日とかでうまくできたらいいなと思ってるけど、前下の動画も作んなきゃだからちょっとまあそのうち、はい、ということで皆さんありがとうございます、昨日投稿したキノコの、見てくれた方、高評価コメントしてくれた方ありがとうございます、まだ見てない方チャンネル登録と高評価コメントお願いします、あとですね聞いてくださいよ、なんかまあキノコなんでメガネのサジヤマさんっていうのが出てくるんですよ、でサジヤマさんっていうのがキノコヌンをまあ作った人なんです、キノコヌンのゲームを作った人なんですけど、その人がアオイタンの YouTube をチャンネル登録してくれて、なんか登録されましたっていう通知が来たんですよ、なんか来る人と来ない人がいるんですけど来たんですよ、でなんかツイッターも何なんかフォローしてくださって、そうもう私はキノコヌンです、よろしくお願いします、ヒネズミを嫁に、そう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 、そう、まあ、嫁にしたい、ちょっと内容を見てヒネズミを嫁にしたいと思うかどうかは別だけど、そう、おやすみ、了解ぬ、ありがとう、あ、こんばんは、アルパルさん、もう終わっちゃうよ、マイスト、ワイト、ワイト、キノコヌの再生回数安定、そう、そうなんですよ、そう、キノコヌは、なんか結構みんな、なんか、インスタのストーリーとかでも、なんか、そう、キノコヌンやってよかったねって言われることが多くてさ、マジか、すごい有名人じゃん、嬉しいですね、やったねー、そう、嬉しい、お疲れ様でした、ありがとう、殺意のヌンちゃんにならない
黙れ。お仕事につながる人から通知、いやそういうわけじゃないけど、なんだろうねあれってね。オフィシャルだね、嬉しいな。実況嫌がるゲーム開発者の多い中、それは大きいの。あ、そうなんだ。いや嬉しいね。あくびしてから寝たら、そうなんですよ。そう、これでまた明日もちょっと早い時間から夢の稽古やって、次うつつの稽古って感じなんで、もう本番終わるまではね、ちょっと全力で頑張りたいと思います。皆さん、あとはまおいたんのツイッター見てね、拡散とかしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。5位雷もありがとう。4位、1位、ほいほい、ありがとうございます。他にも種や50カウントコメントありがとうございました。右上のハートが白い方、毎日配信してるのでピンク色にお願いします。あとあおいたんのツイッターやインスタグラムぜひフォローしてご覧ください。ピコリンチョン。はい、ということで、まあ皆さんもね、頭にキノコが生えないように明日も素敵な生活を送りましょう。それでは以上、あおいたんことナンバーあおいでした。みんないい夢見てね。おやすみなさーい。ぬん。